京急油壺マリンパークは神奈川県三浦市油壺にある京浜急行電鉄100%出資による京急グループの水族館である。建物、設備の老朽化が進んだことなどから2021年9月30日に閉館を予定している。館内広場の前景、展望、休憩室、慰霊碑京急は第35可燃計画において 創業70周年記念事業の一つとして、油壺にユニークな水族館、温室、展望等などを建設し、三浦半島の観光拠点とすることを狙いとする、京急油壺マリンパークの構想を、1967年4月にスタートさせる。建設地については、横須賀市長坂一丁目に移転した、神奈川県立三崎水産高等学校跡地が、ふさわしいとして、 KQ は神奈川県に働きかけるが、県はこの高校跡地約4万平方メートルを公園にする構想を進めており、心情はなかなか受け入れてもらえなかった。由緒ある水産高校の跡地なので、日本一、東洋一の立派な水族館を作るなら、県としても納得できるというのが神奈川県知事の立場であった。そこで KQ は魚類学の権威であった。 末広康東京大学名誉教授に現地調査を依願すると、ここなら理想的な水族館が作れると太鼓判を押した。水族館の企画構想には末広にも参加を願い、さらにオープン後は館長も引き受けてもらうという体制を整え、県との交渉を重ねると、末広博士が館長を引き受けられるならば、間違いないとの承諾を得て、 ようやく高校跡地の払い下げが決定した。総工費約10億円を投じ、1968年4月26日に竣工式を行い、翌日から一般公開を始めた油壺マリンパークは、大研設計が設計を手掛けた一部が3階建ての鉄筋コンクリート作り。従来の水族館の多くが、多種多様な魚や珍魚の展示を主眼とする博物館的、 形態であったのに対し、アブラツボマリンパークは特殊生態水族館という形態を取り、魚類を自然のままの生態で正確に観察できるようにしたり、魚類の感覚の鋭さと条件反射を利用して各種生仕立てにして見せるという全く新しい考え方を導入した。さらに3 6六千平方メートルの敷地は園地としてヤシ、ソテツ、 バナナなどの熱帯植物を植樹し、その一角には子供のための遊戯施設も整えられた。沖縄の本土復帰記念事業の一環で、1975年に沖縄国際海洋博覧会の開催が決定すると、PR 活動を兼ねた楽しい海洋博が、1973年4月29日から10月31日までの6ヶ月にわたり、 油壺マリンパークでも用された。水族館本館のほか、パビリオンを新たに2つ建造し、3つの展示場で沖縄海洋博の企画、構成と同様の展開を図り、屋外ステージやバザー会場などを設置。期間中の入場者数は82万3625人となり、2年後の沖縄海洋博の振興祭事としては大成功を収めた。 開館10周年を前に新たに策定された施設、増強計画に基づき、京急創業80周年記念事業の一環から、総工費約20億円を当時整備された日本では、初の屋内ショープール館で、1981年10月8日から一般公開を始めた。地下2階地上2階建ての構成で、人とイルカの触れ合いをテーマに、光と音と水を使い、 イルカやアシカによるショーが繰り広げられる。1986年のゴールデンウィーク前の完成をめどとして、水族館2階にある大海遊水槽のガラス交換工事を行った。この交換によって、従来36面あった海遊水槽面は12面となって、3倍のワイド感と迫力が増した。また水槽内のマリンガールと見学者が通話できるマリンテレフォンは、 ファンタジアム賞とともに人気を集めた。このほか10月8日からは研究を進めてきた世界で初めての淡水、海水同一水槽を一般公開し、2008年4月26日には再度リニューアルを実施した。水族館本館の入り口に磯の生物を手に取って親しんでもらえるよう1993年3月14日に新設した。水槽の形状は 油壺マリンパークのシャモンを忠実にデザインしたもので、その形が見やすいように、全体が15度前傾している。マリンパーク敷地内に所在した三浦 DSW の海洋深層水生成の給水、貯水タンク2009年9月までに全面撤去され、跡地には木々が植えられている。京急は2001年3月に海洋深層水の給水などを行う。 初の民間企業、三浦 DSW を油壺マリンパーク市会社として設立した。採水地が東京から近く輸送に優位な点をアピールし、三浦海洋深層水というブランド化を図り、地場の産物や飲料水といった食品は元より、京急グループの入浴施設の温泉に代わる源泉として活用を図るとした。しかし、焼津産のおよそ10倍となる。 取水減価に対する収益面での問題や、敷地内に備えられた設備は塩害による早期老朽化が起こり、2008年9月17日付の京急の取締役会で、翌年3月末日での事業収束が決議され、解散となった。この結果、上場会社である京急は連結決算ベースで約6億円の特別損失を計上した。油壺マリンパークにも、 海洋深層水を利用した深海生物を展示する設備 DS ワンダーが設けられたが2009年1月頃に閉鎖。跡地は改装され3月に三浦自然館となった。三浦 DSW の取水施設は上渡先が決まらず固定資産税の資産査定の関係上事業廃止後半年以内の撤去が求められていたことから 9月末までに設備はすべて撤去された。跡地の一部には、小立が植えられた後、2010年より新規施設の建設が進められ、7月16日にカワウソの森が開業した。カワウソの森は、コツメカワウソやフクロウなど、東アジアに生息する生物と、ヤモリなどの爬虫類や、三浦自然館と同様に、神奈川県とゆかりのあるカワウを人工的に、 再現された池や田畑城で屋外展示する施設である。開業当初は比較的規模の大きい水族館として知られ、魚の感覚を芸に仕組んで見せるサーカス水族館として人気があり、また常に海と人との関係を追求する研究機関としての機能も果たし、相模湾で捕獲された希少種のサメメガマウスシャーク東京湾で見つかった 大王以下の学術解剖も行われた。加えて海外から研修生を迎えたり、国内団体への研修、サマースクールの開催など様々な活動を展開してきた。周囲の自然環境は比較的良好に保存されており、付近にあるコアジロの森は、周水域生態系を要する貴重な緑地として、近郊緑地保全区域に指定されている。 敷地内では2018年からボーリング調査が行われ、温泉の掘削に成功。油壺温泉として、隣接地のホテル系旧油壺館町層を呼び、横須賀市の観論崎系旧ホテルに共用を開始した。だが、横浜、八景島シーパラダイス、新江ノ島水族館など県内では競合する新型、大型水族館が開業。 さらに城ヶ島油壺館の定期観光船が2007年12月に廃止となり、2019年度には入館者数は26万人までに落ち込んだ。また建物、設備の老朽化が進みこれ以上の維持管理が困難になったとして、京急は2021年9月30日をもって油壺マリンパークを閉館すると発表した。 跡地は2025年頃を目指し、大手デベロッパーと連携し、滞在拠点の開発を検討するとしている。現在飼育している生き物は別の水族館などに売却や譲渡される見込みである。なお、油壺付近には、1886年に設立の東京大学岬臨海実験所があるが、油壺マリンパークとの関連はない。 水族館前に展示されている昔オオホホジロザメのアゴバの実物大模型内部に展示されているメガマウスの標本機体はトビーペンギンユディプッツクリスカムモーズリーの展示飼育下での2世代繁殖に成功し日本動物園水族館協会の小賀賞を2005年に受賞したナマズなどの研究をしている秋篠宮文人新王が1985年12月に 皇太子夫妻と来館した折には、文人新郎が、川島の子を両親に紹介。婚約が正式に決まった二人が、1989年9月22日、思い出の地である、アブラツボマリンパークを訪れた時は、マスコミ各社が、ロイヤルデートと、大々的に報道した。1990年6月29日の、結婚直前に放送された。 テレビ朝日系のミュージックステーションでは、油壺マリンパークが二人の思い出の場所として紹介され、飼育のイルカ4頭が出演者の楽曲披露の際に共演を果たした。なお、文人親王は、初代館長の末広が死去した1988年頃までに、数回油壺を訪れたことがある。他に、皇室関連では、高松のみや、同期菊子が、 開館式に臨席し、昭和天皇、皇順皇后、日立宮、同日花子も来館している。京急栗浜線三崎口駅から、京浜急行バス京急油壺、マリンパー区域終点下車すぐ。かつて京急栗浜線は、油壺駅までの延伸計画が存在した。ありがとうございます。